皆さんどうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。お疲れ様です。今日ちょっとサンファンバーティスタタカ考案のゲームをやっていただきます。ゲームよ。ありがとうございます。軽いノリでありがとうございます。いいよ。やりましょう。その名もですね、牛タンで落としましょうゲームです。牛タンで落としましょう。はい、牛タンで落としましょう。はい、キャバ嬢。あ、違います。それもできるんですけど、まあ、ある意味キャバクラでも盛り上がるようなゲームになってます。ではルールを説明します。はい、何か、一つお題となる単語をまず最初に言います。うんうん、私が言います。で、あ、これは、まあ、あの一人一人やるゲームなんですけども、で、その例えば、じゃあ笹釜からやるとしますね。はい、どうします。じゃあ笹釜に何か例えば私がお題となる単語を一つ出します。うん、例えばウーロン茶みたいな。そう、ウーロン茶みたいな。で、ウーロン茶からしりとりを始めるんですね。で、5回以内に牛タンで、ウーロン茶茶ヒゲげ牛げなんちゃらなんちゃら牛タンにして、最後牛タンで終わらせる。元気キング軍技牛タンみたいな。ああ、みたいな。それを5回以内5回以内で牛タンにして終わらせる。おーほーほーほー、頭使うね。そうです、そうです。これをもちろんリズミカルにね、まあ、パン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 ぐらいリング。早い。え、早い。早いね。じゃあもうちょいゆっくりでも大丈夫ですか。もっと早くする。いや、早いんじゃないの。どれで？パン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 ぐらいにしましょうか。ちょっと気持ち悪いですね。なんでだよ。なんでだよ。大体今ので1分間に120。早い。ロックどこで。早い。いい。どこで。16ビートとかでやんなくていいんだよ。で、5枚以内に言えなかったら指折るとかで。いい。それは個人個人でやってください。はい、個人個人で罰を考えてもらっていいんですけど。はい、で、まあ、牛タンにして落とすことができた人がはクリア。よし。落とせなかった人はノットクリア。ノットクリア。はい。というのは早速やってみようと思います。別に商品とか罰ゲームとかないんで、うん、まあ、こんなゲームがありますよっていう、まあ、紹介というかね。はい、いいね、頭使うね。だ、最初のワード大事よね。最初のワード大事です。うん、そこでこうしりとりにつながらないような言葉とかだったらやっぱ難しいんで、うん、キはいいの。キはギに変わる。ギじゃなきゃダメ。キギは考えたんですけど最初はなしにして。なるほど。で、ギに感じて、そう、最後さ、ギからの牛タンにしないと。で、よっぽどいかないときは、まあ、キをギでも、まあ、はい、濁音をありなしにしてもいいというふうにしましょう。はいはい。じゃあ誰からいきます。一応これ4人ともやってみて、ね、クリアノットクリアで。あ、ウーメンからいきます。ウーメン、ウーメン。はい、どうしようかな。じゃあ、まあ、こっちはなんか、あ、そうですね、手拍子とかしていただくと。こういうのをした方がいい。はい、最初はゆっくりめにやりましょう、初めてだから。うん、はい、どれくらいでいきます。最初はポンポン。はい、これでいきましょう。はい、じゃあ一回ちょっと手拍子やめてもらって、じゃあ最初にお題となるワードを渡したら5秒間だけ時間あげます。シンキングタイム。シンキングタイム。あ、5秒も時間もらえる。シンキング5秒与えて、じゃあスタートって言ったらさっきのリズムでみんなで手拍子始めて、とか、なんとか、なんとか、なんとか、牛ターンで。5つ目ね。5個目まで。まあ、いないだから。早めでもいいんだ。あ、もちろんもちろん。3とか4でもし、ね、ギが、ギが来て、来たら牛ターンでいいです。なるほど。これ、これいけたい。ちょっと早提供してもいいの、牛タンの生焼けで提供してもいいの。生、あ、大丈夫です。牛タンって大体レアで食うのがうまいんで全然いけます。はい、焼きすぎなければいいってこと。焼きすぎなければいいです。ね、はい、焼きすぎてやっぱ食べたくなくて硬くなっちゃうから。余裕。じゃあ最初のワードなんかあります。はい、誰がやるイエーイみたいなとこある。あー、どうしましょうか。特に考えてなかったですけど。ない。はい、じゃあそれは見てる人がそれぞれです。そうですね。はい、なんかコールとかも考えてもらったら。牛タンゲーム。牛タンで落としましょうゲーム。牛タンで落としましょうゲーム。はい、いただきます。じゃあウーメンに、始めてもらうワードは椅子から。椅子か。5、4、3、2、1スタート。スイカかー、カレーライス。いやリズム乗ってないな。スースポーツ。ツモ。アウトー。ツモってアウトしたやつ。ツモったのに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 。つなげたいワードがあったんだけど、はい、そこに行かないのよ。行かない。結局なんで
1回すに毎回戻っちゃった。戻っちゃう。意味ないこれね。せっかくだったのリズムがね、やっぱもう狂わせてくるよ。あ、逆にあリズムない方がいいんじゃない。いや、そういうことじゃない、焦ってくる。ああ、なるほど。もちろん、でもやっぱ新規だから大事ってことね、リズムは大事大事、はい、うん、だってずっと考えてたらそれはいつかは出ますから。これはいや、それはやっぱこう、急かさないと。なるほどね、はい、落とせなかったわ。ちょっと、はい、ウーメン積もったのにね。積もったけど、はい、最後ターハイでした。最後積もったのにね。ターハイでノットクリアです。チョンボしてたね。チョンボしましたね。次じゃあ誰いきます？まあルールはなんとなく分かってもらって。俺これ自信があるよ。本当ですか？うん。じゃあちょっと一回じゃあ自信あるならちょっと後にあ、後にします？家でやってよ。なんでね。自分からスタートできないってとこがいい、このゲームのミソだと。そうなんですよ。そう、5秒で決まってて、そうゲームマスターがこう出すからお題を、うん、そう、お題を出して、しかもそこで5秒しか与えられなくて、で強制スタートですから。ゲームマスターはマヌマがね。ゲームうん、牛タンからいく？牛タン行こうよ。まあせっかくだね、そう、牛タンで落としましょうですね。じゃあやってみます。やってみます。いいお題ちょうだいね。 OK じゃあ、牛タンに始めてもらう最初のワードは、はい、テレビ。テレビ。5、4、3、2、1はじめ。テレビ、美容、うんこ、子供、あれ？なんとクリアー！うんこ出たんでマイナス1ポイント。本当だよ。うんこ、なんでうんこ出ちゃうのかな。俺はうんこ出ないよ。うんこ出ないよ普通。しりとりでうんこ使ったもんね。うんこは出すもんだから。使うもんじゃないから。使うもんじゃないね。本当だよ、もう、うん、牛タンで落とそうっつってんのに。どう、人名はいいんすか。人名、まあそれはもう地方ルールかな。そうですね、うん、本当のしりとりって固有名詞ダメですけど、ローカルで、うん、まあローカルで別にありに言うのは、うん、あのそれはもう見てる人が最初にルールを説明して、まあ、ゲームマスターのゲームなんで、これは、うん、あれか、4番目の時にはもうギガ最後につく文字を出さなきゃいけない。そういうこと、そういうこと。もっと早くてもいいんだよ。あ、そう、早出しでもいいんだ。そうなんだけど、うん、早くギに行かない。そう、早く 義を見つけて、頭で最終はそこだよね、4番目でね。そう、なるほどね。見つけないといけないの。そんなことでもうやってる場合じゃないから。5秒しかないからね。これ想像より難しい。相当難しいですね。じゃあ、ね、自信あるから。そうですね。うん、じゃあ、ずんだはさ、あ、いきますよ。ね、ずんだは最後。締めてもらおうよ。ずんだで落としてもらおうよ。ずんだで落としましょう。本当に消えちゃうから。これができないからな。そうですね。じゃあ、次は笹かまに行ってもらいます。はい。じゃあ、笹かまに、挑戦してもらう最初のワードは、